ライム制圧から4週間。バクラム軍はそのままアルモリカへ進軍すると思われたが、予想に反して一向に動く気配を見せなかった。暗黒騎士団もフィダック城を離れようとせず、戦線を拡大したいのかどうか、皆その真意を測りかねていた。豪を煮やした枢機卿は、アルモリカ攻略のため、大軍を率いて出陣。物量作戦を用いることで、バクラムに付け入る隙を与えないことが狙いである。また、本拠地のコリタニ城へは、中央を走るバーナム山脈が壁となるため、アルモリカ経由でなければ侵入は不可能。枢機卿は、この地理的優位から全戦力をアルモリカへ向けても大丈夫と考えたのだ。ガルガスタン軍がスウォンジーの森を越えた頃、デニムのもとへその知らせが届く。いい加減にしろ、バルバス。勝手に動いたのは事実ではないか。どのような理由があったにしろ、総長の命令なしに行動することは固く禁じられていたはずだ。しかも再三にわたり帰還命令を無視するとは何事ぞ。今日まで出頭せんとは全く。全くだぜ、意固地になりやがって。反省しろよ、反省を。お前もだ、マルティム。軽口を慎め、この調子者め。仕方なかったのだ。摂政殿の願いとあらば、断ることもできまいよ。嘘をつくな。モウン殿が我らの主ではないのだぞ。貴公は、ゼノビアの騎士がライムにいることを知り、戦いたくなった。そうであろう。良いではないか。ウォレスタとガルガスタンはそのまま戦いを続け、共倒れになるだろう。こちらの思惑通りに進んでいるのだ。そう、うるさく申すな、バールゼフォンよ。もう良い、バールゼフォン。済んでしまったことだ。お帰りなさいませ。おお、オズマらも一緒か。枢機卿の動きはどうだ。スウォンジーの森に全兵力を集結させているとの報告がありました。公爵のいなくなったオールスタに決戦を挑むか。よし、ボラックのもとへ使いを出せ。バクラム軍に、いや、摂政殿に勝手な行動を取らせぬよう監視を強めろと伝えよう。承知いたしました。バルバス、お前にはハイムへ行ってもらおう。前線を離れろと。ハイムなんぞに行けというのか。カリカリするな。別に摂政殿のお守りをしてもらうわけではない。ハイム城に監禁していたプランシーをバレリア解放戦線が城外へ連れ出してしまったのだ。何でそう。我らの任務がゲリラどもにバレるやもしれんな。マナフロアの行方は分からず、その手がかりを知る神父もまた行方不明となってしまった。バルバス、貴公の任務は重大だ。プランシーを何としてでも取り戻せ。よいな。ああ。貴公ら兄弟にはバレリア解放戦線を任そう。これ以上野放しにはできん。はっ、グラシャス家の名誉にかけて必ずや任務を完遂いたしましょう。所詮奴らなど烏合の衆、我ら兄弟にお任せを。アンドラスには引き続きマナフロアの捜索を命じている。貴公はマルティムと共に
ウォルスタとガルガスタンの動きを監視してくれ。頼んだぞ。仰せのままに。待って、デニム。なんだい、姉さん。あなた本気なの？ブリガニア平原を通り抜けるなんて無茶よ。またその話かい。もう作戦は始まったんだ、姉さん。僕らが動かなければスウォンジーに向かったバイスが危ないんだ。あなたたち本気なの？奴らは私たちの倍はいるのよ。ではどうしろというのだ。このまま黙って待ってるつもりか？やめておけ、ペイトン。解放軍の連中はおじけづいているんだ。なるほど。公爵のいない解放軍はただの腰抜けの集まりだからな。やめないか。仲間同士で争ってどうする。今は解放軍も解放同盟もない。みんな志を同じにする仲間なんだぞ。そうよ、バイスの言う通りだわ。言い争いをしたいならここを出て行って。スウォンジーに集結している敵はガルガスタン軍のほぼ全てなんだ。密偵の情報によると、本拠のコリタニ城の警備兵すらスウォンジーに回しているらしい。今なら数奇鏡を直接狙うことができる。いや、勝利のためには直接奴を叩くしかない。しかし、コリタニ城へ進む道がない。奴らに気づかれずコリタニ城を攻める方法はただ一つ。城の背後、ブリガニア平原から進軍するしかない。それは無理よ。ブリガニア平原は一年中雪と氷で覆われている極寒の地。そこを進むなんてむちゃくちゃだわ。しかし我々にはそれしか方法がない。数奇鏡もブリガニア平原から攻められるとは考えていない。だからこそ全軍をスウォンジーに進めたんだ。叩くならまさに今しかないんだ。それにあそこには放棄されたブリガンテス城がある。中継基地とするにはもってこいだろう。なんとかなりそうだな。大丈夫さ、デニム。お前ならできる。やってもらわねば困る。我々がおとりになるのだからな。英雄と呼ばれたデニム殿が腰抜けでないことを神に祈るとしようか。じゃあ俺たちは先に行くぜ。あとを頼んだぞ、デニム。バイス、君は僕を許してくれるのか？許せるわけないだろ。公爵の言いなりになって虐殺に加担したお前はどうしようもないクズだ。でもな、人は自分の失敗を認め、罪を悔い改めることができる生き物だ。あの時、あの方法をベストだと判断したお前が、俺よりバカだっただけさ。今お前がしなきゃならないことは、この戦乱を終わらせるために戦うことだけ。それが、バルマムッサで死んでいった人々に対するお前の償いなんだ。それを忘れんな。ここまで言うことないじゃない。いいんだよ、姉さん。バイスの言っていることは正しい。じゃあな、行ってくるぜ。ありがとう、バイス。勘違いするなよ。許したわけじゃないからな。今さら逃げ出すことなんてできるわけないじゃないか。
私を置き去りにする気ね。何言ってるんだ姉さん。勝手なことばかり言うのはやめてよ。ゴリアテに戻りたいなら戻ればいいさ。勝手にすればいいだろう。一人ぼっちになるのは嫌なのよ。父さんの仇を取るんじゃなかったの？そのために戦ってきたんだろ。本当の親でもない人の仇なんてどうでもいい。あの人は私たちの本当の親じゃないの。私たちは捨て子なのよ。そんな嘘だ。父さんが本当の父さんじゃないなんて。嘘じゃないわ。以前話しているのを聞いたの。私たちに肉親はいないのよ。この世の中で血のつながった家族と呼べるのはあなただけ。どうしてそんな話を今頃になって、どうして僕に。あなたが離れていくからよ。離れていく？僕はいつも姉さんのそばにいるじゃないか。これからだってそうさ。兄弟なんだ。いつだって一緒さ。嘘よ。あなたは私より戦いを選んだわ。自分の理想を実現させるためならあなたは私を見捨てることができる。私のことを忘れることができる。姉さん。たった二人きりの兄弟なのに。姉さん。冷えるな。こんなところに敵が潜んでいるとも思えないが。
さっさとブリガンテス城へ戻りたいです。そうぼやくな。紹介も我らの重要な任務だ。申し訳ございません、ディダード様。我々は決して任務に不服があるわけでは。いよいよい、この寒さだ。文句を言いたくなる気持ちもわかる。それにしてもディダーロ様、御大将自らこのような紹介に出られなくとも。大将だなんてそんな大げさな言い方はやめてくれ。私はただの中隊長に過ぎんのだ。命令に従いブリガンテス城を預かっただけのこと。警備もまた長たる者の務めというものだ。リダーロ様は亡きオルランドゥ伯爵家に連なるお方。何故ザエボスごとき男に仕えるのですか。ローゼンバッハ将軍に何と失礼なことを。軍法会議者だ。申し訳ございません。実態がどうあれ、伯爵家の末裔が我らの王国の王なれば、その王と国に忠誠を尽くすのが騎士たる者の務め。私は我が父ブライアムにそう教えられ、父もまた祖父コーネリアスにそう教えられてきた。お前たちにすれば古き慣習に縛られたものだろうが、この乱世だからこそ守らねばならぬこともある。ディダーロ様、お許しを。私としたことが。敵だ、見よ、敵が現れた。こんなところにガルガスタンの石膏が。紹介の任務も無駄ではなかったようだ。皆の者、用心してかかれ。行くぞ。
が名はヘクター・ディダーロ。ガルガスタンの騎士にしてブライアムの息子なり。名を名乗れ、ウォルスタの若き戦士よ。僕の名はデニム・パウエル。バレリアの未来を憂う者としてここにいる。その名を知っている。ゴリアテの虐殺王デニムだな。ウォルスタ軍が土地に不慣れなこの辺境を行軍してこようとは、まずはあっぱれ。その豪胆さ、素直に褒めよう。だが我らがブリガンテス城を守る限り、そう簡単にここを通しはせん。手のデニムよ、剣の筋に迷いがあるな。虐殺に加担したことを後悔しているのか、それともさらに死者を増やすことに罪を感じるのか。
民族浄化を推し進めた枢機卿の手先に非難される筋合いはない。そうであったな。だがガルガスタンの騎士の皆が皆それを支持していたとは思わないでほしい。騎士とは名誉と誇り、そして誓いを守る者。王国に誓った忠誠を私は破ることができなかった。なら直ちに剣を捨て、おとなしく投降するんだ。僕らの目的はバルバトス枢機卿の首のみ。残念ながらそうはいかんのだ。我ながら不器用だとは思うがな、王国への忠誠、家名の誉れと誇り、それらを捨てるわけにはいかん。ここでお前と斬り合うことが我が宿命。たとえ敗れるとしても亡き者らへの手向けなのだ。Yeah.
よし、引き上げるぞ。ゴリアテのデニムよ、ブリガンテス城で待っているぞ。